マーマレの試練をこなし、マリエ天園に戻ってきたミツナの目の前に、ククイ博士とスカルダンのボス、グズマが現れる。二人のやりとりをしかとしたミツナは、マリエ天園でリーリエとの再会を果たした。喜ぶのもつかの間、パプの村へと向かうミツナ。途中、リーリエのお兄さんとも再会したようなしてないような感じで、雨の降る村、カプの村へと到着したのであった。出て行け。久々の実況なので正直回数を覚えていませんが、おそらく第17回目だと思います。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミツです。よろしくお願いします。はい。ポケットモンスターウルトラムーンの実況やっていきます。よろしくお願いします。で、先ほど言った通り、久々の実況なので、正直どこまで進んでいたのか微妙だったんですが、確かね、こちら、カブの村まで到着してすぐやめていたような気がします。で、今回は、あれだね、アセロラの試練をこなしていこうということで、とりあえずはここの探索を進めていきましょう。お得な掲示板、ポケリゾートにあるのびのびリゾート。はいはいはい。で、このおっさんは君たち、これまでにポケモントレーナーと135回。おお、まあまあ戦ったな。ほほう、ポケモンの特性も使いこなして戦っているんだね。では、私にも勝てるかな？あ、勝てますよ。いいっすよ。私も君と同じくらい勝負を繰り返している。はーい、いいっすよ。って言ってもね、所詮ね、強くないと思いますんで、ベテランですよね、ベテランなんで強いでしょう、きっと。ただ、いけるでしょう、コウモリでした。じゃあ、こちら、相棒行きましょう。期待に期待解剖いきましょう。レベルはもう48です。ムーフォース決めさせてください。はい、ザコちゃんよザコちゃん。さよなら。うちのレイナ姉さんの方が強いんじゃないか。ヌネイル、おー、なんだドラゴン押しかお前。あー、まあうちのね、アメさんの方が強いな。ムーフォースひたすらムーフォース。はい、オッケー、レベルアップ、おめでとう。もうレベル50もすぐそこですね。誘惑、いや、いらないな。魅力的なのは認めますが、ガバイト、もう完全にドラゴン押しじゃねえか。ガバイトか。ガバイトでも地面は入ってるんだっけ。どうしようかな、ここで風にしとこうか。地震、おぉ。ガバイトの方が早いんだ。おぉおぉおぉ。凍える感じで、一撃で落とせるかな。あ、オッケーオッケー。はい、お疲れ様。ま、余裕ですな。ベテランといえど。勝ちにこだわり、何度も戦えば何とかなる。そうだ、こだわりをつながりで、こだわりメガネ、ありがとう。持たせたポケモンは、初めに選んだ技しか使えなくなるが、特攻が 1.5 倍。はーい、ありがとう。うん。で、すっかりね、久々の収録だったんで忘れていたんですが、ポケモンを紹介しなければいけませんが、まずは、今戦った相棒を休ませます。まあね、久々の収録ともなるとね、踏まなきゃいけない段階も忘れますよ。さてさて、ですね、レベル上げを確かね、こなしていたんですが、ここにいるポケモンたちがニューメンバーですね。まずは、あ、結構いたな。エアームドですね。鋼の鳥だったんで、ハガドリと名前を付けてあげました。次、メテノですね。オレンジ色のメテノが出てきました。捕まえておきました。次、ゴロンダということで、ヤンチャムが出てきたんで、捕まえて、アクタイプのポケモンを手持ちに入れながら進化させました。パンダムです。次、アマルルがですね、ついにヨブンが進化してくれました。化石シリーズですね。次、ネッコアラが痩せて出てきましたんで、寝てるところを捕まえました。次、コータスということで、こいつはですね、確か地熱発電所の近くで出てきました。名前はクッパです。次、ライボルトですね。懐かしいのが出てきてくれました。名前はオトハですね。オトハについてはポケモンのオメガルビーで活躍しておりますので、メガ進化もしてますので、ぜひご覧ください。次、ゴローンですね。こいつも野生で出てきましたんで、捕まえて、メスだったんで、ラッセイコということで名前を付けてあげました。で、ラッセイのね、活躍については、ポケモンのハートゴールドで活躍しております。ぜひご覧ください。レッドのピカチュウにフルボッコにされています。次、フォレトスですね。クヌギ玉が出てきたので、捕まえて、レベル31で名前を、進化させて、名前がボックリです。松ボックリです。次、トゲデマルですね。野生で出てきたんで捕まえました。マネデマルということで、マーマネが使っていたので、マネデマルと名前を付けてあげました。次、白デスナ来ましたね。ついに砂地が進化できました。レベルは42で進化です。次、デデンネ。こいつも野生で出てきましたんで、テテンネという名前を付けてあげました。次、エレブですね。エレキッドが野生で出てきてましたので、コンセントと名前を付けてエレブにレベル30で進化させました。エレキブルは確か通信交換が必要なので、まあここまでですかね。
次、ハギギシリというね、魚が出てきたんで捕まえておきました。ルアーボールで捕まえたかな、確かね。次、ピッピですね。ピーが痩せて出てきましたので、おっと、安らぎのね、鈴を今持っておりますが、これを持たせて夏希進化させました。名前はギエピです。おっと、ですね、次なんですが、よいしょ、メタングですね。ダンバルが痩せて出てきて、なかなか捕まらなかったんですよ、こいつが。で、まあね、ネットでちょっと調べてみたんですけど、なんかダンバルってめちゃめちゃ捕まえにくいらしいっすね。うん。なので、投げても投げても捕まらなかったんですけど、モンスターボールひょいって投げたらなんか捕まっちゃいました。で、名前はツカマランということで、はい。名前ツカちゃんですね。で、名前はこんな感じになってて、メタングに進化させました。メタグロスに進化するまでね、もうちょっとレベルが必要だと思いますんで、またね、レベル上げを引き続きやっていきたいと思います。次、メグレーということで、リグレーが痩せて出てきました。で、あのね、本当に気づかなかったんですけど、こいつ、なんか色違いみたいで、はい、星マークがついてわかる通り、なんか色違いらしいです、こいつは。うん、またね、色違いを捕まえてしまいました、私は。気づかないうちにね、捕まえてしばらく経ってからね、気づいたんですよね。あ、こいつ色違いなんだ、と思って。はい、詳しくはこの後図鑑でお見せします。次、ですね、オーロットですね。出てきました。出てきたっていうかね、なんだっけ、オーロットの進化前、なんだっけ、ボクレイだっけ。そいつをですね、捕まえていたんですが、なんか交換してくれっていうのがいたんで、交換してあげました。まあ、このヘパというね、名前の人が交換してくれました。次、ですね、石粒でですね、これ何かっていうと、この野生で出てきたゴローンを、まあ、預け屋さんに預けてですね、卵で産ませました。石粒とか野生で出てこないっぽいんで、まあ、こうするしか手段がありませんでした。で、同じ理由で、落雷もね、はい。まあ、図鑑を埋めるために卵を用意して孵化させました。そんな感じですかね、新しいポケモンについては。で、スタメンについては先ほどバトルをしておりました相棒ですね。レベルは49。で、基本的にレベル45で統一していたんですが、まあこういう風にね、まあレベル47になっちゃってるやつらもいます。まあなんか、6匹のうちね、3匹がドラゴンタイプっていうのもね、完全にドラゴンパーティーになってますが、まあ、ドラゴンについては、まあどうしようかなって感じですかね。うん、まだね、スタメン候補の3匹なんで、わかりませんが。はい。で、先ほどお話ししてたリグレーなんですが、ですね、図鑑のですね、裏の、これだね、リグレー。これがね、僕が捕まえた色違いのリグレーなんですよね。で、これが本来普通のリグレーらしいんですよ。目の色が変わってるだけなんですよね。色違いが、これですね。赤色？ピンク色かな？ピンク色の目をしてて、で、普通のやつは緑色なんだって。っていう。まあ、正直ね、こいつは進化させておしまいなんで、あまり興味のないっちゃ興味のないポケモンなんですが、ごめんね。っていうことで、じゃあ、はい、改めてね、進めていきましょう。まあね、ちょっとね、時間がね、結構経っているんで、内容をね、忘れてる気がしますが、まあ、いいか。鬼しずくもの泡の中に宝物を入れておけば、金庫より安心じゃないかな。そうなの？うん。でも、この頭の中だからな、そんなに大量に物は入れられない気がするけど。技マシンとは何か。理解するために技マシンをたくさん手に入れるべきです。わざわざお尋ねしますが、技マシンをいくつもお持ちです？知らん。あ、なんだ。はい。ほほう、お持ちの技マシンは30個なのですか。何でもアローラのどこかに強いトレーナーが集まり、しのぎを削る場所があるとか、そこでいろんな技マシンを入手できるそうですよ。もう、それはロイヤルドームのこと言ってるのかな。まあいいや。で、到着しました。15番水道。サメ肌と戯れる。はいはい。で、ここにいるんだよね。エーテルハウス、ポケモンと人寄り添う形。はい、お邪魔。相変わらず真っ白ですね。お、ハウ君も来た。おー、ミツナー、エーテルハウスだね。ね、出た。知らないやつだ。おー、なんだ。ポケモン勝負ね。いいよ、ハウ君が相手してやろう。アセロラ姉ちゃんの留守を守れ。ん、ちょっと。あ、しかも、タイマンマジか。普通に2人ずつかかってくるのにも。キックね。
子供にしては頑張ってよ僕。はい。まあ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 。勝ったのに噛まれてるんだけど。キュー。うん。ただいま。あ、アセロラちゃんちょっとどういう教育してるんですか。おお、もう仲良くなってる。あのね、買い出しも終わったから。リーレーちゃんは？ちょっと。痛いほど仲いいのか。あれ、リーレーは？そうだよね。まずこう言ってきた？リーレーちゃん、何？今度はハプーと一緒だと？そのうち来るんだって。ああ。それまで試練しちゃえば？そう、アセロラキャプテンなの。知ってる。うん。はい。アセロラの試練は、跡地で行うの。エーテルハウスの前で待ってて。アセロラ案内してあげるから。はい。それより、あそこの、やれ U ターンが、すごい気になるけど、まあいいや。じゃあ行くか。お、何をするのです。やめてください。お尻触らないでください。まさか痴漢か、おい。おい。だってよ、だってよ、お前さん、かわいいし、そりゃ痴漢もしたくなる。はい、お前のバッグ、動いたじゃん。何入ってるか気になるじゃん。まさか、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 コスモックが入ってる？珍しいコスモックなら、奪って小遣い稼ぎしたいしよ。はい、珍しくないポケモンもちょい小遣い稼ぎになりますよ。ダメダメ、このバッグにはリーリエちゃんの服入ってる。ミツナさん、私です。リーリエちゃんのお嫁さんです。これ女の子を守るトレーナーというパターン、どんなかっこいい真似させるかよ。カモン。さあ行きましょう。リーレちゃんを痴漢した。はい、疲れた泣いてです。行きましょう。行ってもね、相変わらず疲れない。一匹しか持ってないから全然ね、面白くないんだよね。さあスリープ。懐かしいな、ロリーパー。ロリーパーね、しばらくボックスに預けっぱなしだからな。よちんね。はい、ムーンフォース。じゃあムーンフォースやってあげようか。はい、ムーンフォース。なんか相棒今回ムーンフォースしか打ってない気がするんだけど、ほとんど。もうなんか全然相手になんないよ、トレーナーが。はい、愛しのスリープ見たら満足したじゃん。あばよ、さよなら。はあ、ミツナさん、ありがとうございます。大丈夫？お尻以外触られてない？トレーナー気分を味わいたくて歩いていたんです。ハプーさんとお別れして。ダメだよ、こんな夜歩いちゃ。そしたら星雲ちゃんがバッグから出ようとしちゃって。ほら、あなたもミツナさんにお礼を。ありがとうって。ありがとうって。私からはこれ、こちらを、なんだなんだ？島巡りに役立てば嬉しいのですが、なんだ、プロマイド写真ですか、リーレイちゃんの。ああ、どうも。ゴージャスボール。5個。うん。買い出しで見つけて、つい、どこに売ってんの？見たことないよ。あ、リーレイちゃん。ちょっと。あれ？なんだかくたびれてる？エーテルハウスで休むといいよ。はい、アセララさん。お言葉に甘えますね。いいよ。ちょっと俺も付き添うからさ、試練後でいいや。ハウ君先に受けさせていいよ。アセロラの試練はカプの村から行くんだよ。ついてきて。はあ。あとでね、ちょっと。ハウ君先に行かせるからさ。うん。ミツナさん、チャンピオンを目指してファイトです。じゃあちょっと行ってきます。その言葉にね、答えるために頑張ってきます。どんなゲームだ。ああ。はい、階段を登ればアセララの試練です。はい。ちょっとここの看板が見たかった。スーパーメガヤス跡地、島巡り試練の場。うん。こんにちは。こちらの跡地は試練の場所。聞いております。頑張ってください。はーい。頑張るよ。その前にアイテム。塊来た。いいね。って言ってもね、なかなか戦闘中にね、使うことはないと思うけど。はい、どうも。ミツナ、いよいよだよ。では、どんな試練か説明しちゃいます。跡地には、ゴーストタイプのポケモンがたくさんいるんだ。アセロラの試練はね、ここの主ポケモンをポケファインダーで撮影することです。主ポケモンは隠れるのといたずらが好きなポケモンなの。他のゴーストタイプのポケモンの写真を撮っていれば、自分もって出てくるよ、きっと。だから、おかしなことが起きたら辺りを調べてみて。きっと、ゴーストタイプのポケモンがいるはずだから、撮影だよ。はーい。ポケファインダー借りるね。ちょ、何すんだ俺のロトムに。
試練の撮影モードを使えるようにしたよ。ありがとう。跡地にいる間は専用モードだからよろしくね。跡地に入ればアセロラの試練始めだからね。ポケモンも捕まえられないし、リタイアしないと出られないから。はーい、じゃあミミッキを撮影しに行きますか。で、特に何もないと。じゃ、お邪魔、行きましょう。来たぜ。試練開始。どの辺だっけ？この辺が動くんだっけ？お、ベルトコンベアが動いてる。んで、はい。はい。まあ、とりあえずね、出てきたのはゴースとゲンガーだったような気がするんだよね。はい。オッケー。行きましょう。来たー。ゴース倒したらメトロが進化するよ、これ。やったー、オンバーンだ。さあ、どうする？こいつをスタメンにするか、ヌメルゴンをスタメンにするか、ねえ、ボーマンダをスタメンにするか、悩んでおります。来たー、オンちゃん。まあ、オンバーンね。フリー対戦の実況でな、たくさん使ったからな、こいつは。まあ、とりあえずおめでとう。あ、でもオンバーンやっぱかっこいいな、好きだな。オンバーン、オンバポケモン。岩をも砕く超音波で、目に入るものすべてに攻撃を仕掛ける血の気の多いポケモン。かっこいいなぁ。まあ、スタメンについては後で考えよう。お、ピカチュウだ。ピカチュウはこんなところにいたちゃダメだよね。お、なんだ？お、ショッピングカートだ。で、今度はゴーストかな？ゴーストは、いた。あれ？あ、ダメ？はい、いらっしゃい。で、またまたピカチュウと。で、最後は変わっていなければゲンガーだよな。ゲンガーもね、野生で捕まえたいんですけど、出てこないんで残念ですね。で、このぬいぐるみと戯れているのがゲンガーなんだよな。特にあれかな？ここの試練は変わってない感じかな。ゲンガー、ゲンガー、どこだい？ゲンガー、いた、はい。野生のゲンガーと戦えるってのも面白いよな。じゃあ、倒しましょう。よし、これで終了ですね。やっぱおー、いつの間に、アセロラちゃん。君、誰？ミツノです。そんなのどうだっていいよ。試練は終わり、早くここから出てってよ。まだ終わってねえよ。この奥は危険、試練なんてやめて出て行きなよ。出て行けって。出てこない。出て行け。やだね。出て行け、出て行けって。おお、なんかホラーみたいになってる。キュ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 。アセロラちゃんこっち。パシャ、消えた。おお。何もしていないのにドアの鍵が開いた。おお。こんなシーンがね、追加されてたんだね。3の時はなかったからね。どこからか視線を感じる。これは変わってないね。で、ピカチュウがいっぱいいるんだよね。これね。かわいい。おお。これあれだよね。確かサトシがいるんだよね。違ったっけな。どっかにサトシくんがいるっていうので、これか。思わず落とちゃったけど。ほら、サートシくんがいるよ、サートシくんが。おー、ピカチュウ。これいっぱい取っとこうか。これ全部取ったらどうなんだろうね。あと2枚。あ、ダメなんだ。ダメ？背中の方から何者かの気配を感じるろと。おー、そうなの？あ、そういうこと？あ、ダメなんだ。へえ。すいませんね。遊ぶなって話ですね。おー。よいしょ。かわいいね、相変わらず。ミミッキュ。これ同じだね。見たー！さあ、行こうぜ、ミミッキュ。
まあ、ネシポケモンなんでね、ちょっとね、不安はありますが行きましょう。フェアリーゴーストか。まあ、化けの皮があるんで最初は弱い技でいいでしょう。って言ってもね、相棒なんで、早速ね、エースの出番です。どうしようかな。凍える風でいっか。まずは様子見ましょう。まあ、じゃれつくわ。うおー、でも結構入んな。はい、凍える。はい。OK。そう。ミミックさ、S がね、やっぱり、うちの相棒より高いと思うんで。ミミッキュー。さあ、何を呼べ。うおー、ジュペッタだ。いいな。欲しい。ジュペッタだ。いいな。あー、なるほどね。基本的に全部能力上がってんのか。くそ。ちょっとジュペッタが欲しいんだが。かわいいな、ジュペッタ。じゃあ、アリアかましますか。やっぱ早えな。さあ、行くぜ、アリア。あ、さらばジュペッタ。さらばジュペッタ。じゃれつくで落ちちゃうかな、相棒。さあ、もう一匹呼べ。ブルンゲルじゃん。すげえな。なんか欲しいポケモンがどんどん出てくんだけど。なんだこいつ。どんだけ呼ぶんだよ。じゃれつく。あ、やっぱ耐えないか。ごめん、相棒。しかも、急所。まあ、ゴーストなんで、どうしよっかな。まあ、噛み砕くでもいいし、どうしよっかな。とりあえずラッテでいっか。頼むぜ。ちょっとね、相棒がね、意外とダメージ食らっちゃったんで。なだれの方がいいか。全体にダメージ与えましょう。当てろ!よいしょー。オッケー、落としたミミッキュ。まあ、あとはブルンゲルだけなんで。水の波動。うおー、そっか。忘れてた。こいつ水ゴーストじゃん。でもね、S は勝ってるんで、ここはもう噛み砕くでおしまいでしょう。はい、ラッテご苦労さん。OK。もう、今回の試練はね、まあ、相棒をね、落とされましたが、まあいいでしょう。やったぜ、ラッテ。決まってたぜ。まあ、ほとんどね、相棒のおかげですが。テレレレン、テレレレレレレテレレレレテレテファ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 では、ありがとう。やったぜ。まあ、後でね、ミミキは捕まえましょう。ジュペットも出てくんのかな?欲しいな。ジュペッタいいな。スタメンに入れたんや。試練達成。ゴーストタイプ入れるか?今回も。3の時にはね、ミミキ入れてましたけど、スタメンに。やったぜ。ゴーストの Z パワーを使うなら、こんなポーズを決めちゃってね。お。ケッケッケのっけー。懐かしいな。アセロラの試練を達成したミツナなら、ポケモンを捕まえても OK です。はい、どうぞ。ダークボール10個。OK。ゴーストタイプのポケモンが仲間にいるといいよ。ね。え、中にアセロラがいて奥の部屋があったって?もうミツナってば、私を驚かせようとして。でもバレバレ。だって、アセロラはここにいたし、跡地の奥に部屋はないもの。アングリ。あれ?なんだか冷えてきた?って、そんなわけないか。うん。野生のミミッキュがいますと。ここのエースと同じだね。オッケー。じゃ、とりあえずあれだな。戻りますか。歩いて帰ればいいものをね、わざわざね、リザードに乗って帰るっていうね。じゃあ、とりあえず、今回はここまでにしておきましょうか。試練達成して終わっちゃったんで、ストーリーとしては全然ね、進んではおりませんが。OK。あ、でもあれか。先に、ね、こっちの施設に戻りましょうか。多分、リーレイちゃんが待ってるはずなんで。
いればな話ですけどね。ああ誰かいるな。回復してない。ちょっと待ってね、ポケセン寄ってきやがったな。あ、じゃあちょうどいいわ。あ、てかやべえ、 DS の電池がやばい。お、お姉さん、おや、案外早かったじゃないか。あんたら子供相手にもたもたしてるからあたいの出番だね。ってちょっと待って、アセロラちゃんキャプテンなんだから真ん中やってよ。あんた言っただろ、次邪魔したら本気でやっちまうからって、確か命の遺跡の前で言われましたね。あたし行きましょう。またゴルバットかな。さあ、フルメリ姉さんですね。まあ2回目の戦いなんで倍速を使っておりますが、さあゴルバット、全然懐いてくれないんですね、このゴルバット。かわいそうに。サイズ細胞、まあね、さっきはちょっと倒れちゃったんでね、ここでかっこいいと見せときましょうよ。うん、おう、猛毒か。だがしかし落とすよ。耐えたマジで耐えると思ってなかったんだけど、やばいな、相棒にかっこ悪いところをね。やばい。はい、ありあり、おしまい。猛毒がどれくらい入るかな、結構入っちゃうかな。どんぐらい入る。まあ、エンニューとか進化しましたね。エンニューとはどうだろう、一発で落とせるかな。ヘッドバック、あー、そっか、もう毒だから結構入るんだっけ、ヘッドバックって。さあ、待って。まあ、はい、ガンプ竜の波動、あーよいしょ。そう、まさかね、ゴルバットが耐えると思ってなかったんだよな。オッケー、ラッツおめでとう。レベル46。自分が嫌になっちゃうね。おお、結構金くれた。新しい服はいっぱい買えるな。はい。あんた、大したもんだよ。でも、相棒を倒した。あんたのゴルバットもなかなかですよ。はい、子供相手に手間取るのもわかる。強さです。はい。ただポケモンを返して欲しきで、あんた一人で来るんだよ。ボスが待ってるんだぜ。ポータウンのあたいらのアジトでさ、待ってるぜ。わかりました。すぐ向かうから待っててね、と。はい。負けちゃいけない勝負は楽しくないよ。ねえ、みんな大丈夫？そうだよ。おー、よかった、リーレちゃんいた。ヤンちゃん。あら、許せない。っていうか、スカルダンの割に頭いいことしちゃって。ポケモンを返して欲しければ、ミツナ一人でポータウンに来いってあいつら言ってたよね。スカルダンの連中はポータウンを根拠にして、ねじろにしてるの。そうだ、15番水道にいる着物の人を探せば力になってくれるかも。お、かつての四天王ですね。あの人、水上を移動するポケモンに詳しいんだ。おー、ギーマカレーですな。これあげるから、ヤンちゃん、ヤングスのこと。はーい。不思議な飴。うん、ありがとう。じゃあ行ってくるよ、リエちゃん。ポケモンが連れ去られ、傷つけられるかもしれない。私には耐えられません。ミツナさん、助けてあげてください。分かったよ、君のために戦ってくるよ。ちゅうわけで、一応ね、ここまでの話を進めておけばいいでしょう。よいしょ。まあ、ちょうどいい具合にね、霧が。よいしょ。良くなったと思いますんで、今回はここまでにしておきましょう。とりあえず、アセロラの試練をこなせたので、次はじゃあ、ギーマカリのところに行って、サメ肌をもらって、ポータウンの方に向かいましょうか。で、そこでやっとですね、スカルダンとの戦いに蹴りをつけたいと思います。って言ってもすぐ終わると思うんだけどね。よし。じゃあ今回はですね、まあ相棒がね、やられちゃったんですが、無事に試練をこなすことができたんで良かったと思います。Twitter とブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。次回はポータウンへと向かいたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。